お茶の水セントラルビルは、かつて東京都千代田区神田駿河台にあったオフィスビル。開業当初の名称は日立本社ビルで、日立製作所が本社を置いていたが、2006年に森トラストが取得した後に改名された。元は、記識年体育会館があったところで、1964年に渋谷区に移転した跡地に建設された。真下には、 地下鉄丸の内線と千代田線が通っており、設計、建設には最新の注意が払われた。1983年3月に竣工し、日立製作所が新丸の内ビルジングから、就業人員3400人規模の本社機能を移転させた。外壁は白の磁気タイルで仕上げられていた。防災センターと中央監視室は別々の場所に設置され、特別避難階段。 屋外避難階段もそれぞれ2つずつ設けられるなど多重化施策が取られた。当初から光通信システムが採用され、ID カードによる社員食堂の生産システムも早くから導入された。3階には通信衛星用の直径5.6メートルのパラボラアンテナが設けられ、本社間の通信に利用された。2003年に日立製作所の財務体質改善の一環として、 本、建物をモリトラスト総合リート投資法人に400億円で売却の上、賃借契約を結んで、引き続き本社として使用を続けていたが、2006年に本社機能を日本生命丸の内ビルに移転した。日立製作所の退去に伴い、同投資法人はビルの運用方針を検討していたが、内装にアスベストを含んだ吹き付け材が使われていたため、 2006年5月に建て替えを前提として、森トラストに420億円で譲渡され、2010年に解体された。跡地には、高さ110メートルの超高層ビル、お茶の水そらしてが建設された。日立本社ビルに関するカテゴリー。ありがとうございます。